こんにちは。フリーズボラ山本真理です10月に入りハロウィンのパンプキンやかわいい菊の花がお店に並び始めましたそろそろ秋の気配が感じられましたね ラダーフォード郡の保健局では10月1日よりコロナの予防接種や検査などの業務を2500メモリアルブルーバードにある旧ステートファームオペレーションズセンターに移すことになりました公共衛生局長は毎週実施している検査の数が増えると同時に予防接種の数も増えていることからこれらの業務を別の場所に移す必要を感じたコロナに関するこれらの重要なサービスを効果的に提供し 効果的にあ効率的に提供し地域社会にとってできる限り便利なものにしていきたいと考えているとコメントしています現在コロナの予防接種の予約は必要なく月曜日から金曜日の午前8時半から正午そして午後1時半から午後3時までの間に接種を受けることができますドライブスルーでのコロナ検査は月曜日から金曜日の午前8時半から正午まで行われますラダフォード郡の保健局長保健局では近い正 将来別の検査会社とも提携し週末に検査を行う機会を設ける予定ということですコロナの予防接種等検査が必要な方はご利用ください次のお知らせです 学校でのマスク着用義務についての続報ですテネシー州知事は8月に周知事例を出し生徒の保護者が子どもたちの通う学校でのマスク着用義務を免除オプトアウトできるようにしていましたこれを受け障害や健康上の問題を持ち重度のコロナに感染しやすい子どもを持つ州内の数件の家族数件の家族が 連邦政府に対しテネシー州知事と教育委員会がコロナによる重症化のリスクの高い障害児のための合理的な配慮を怠っておりマスク着用がなければ子どもたちは対面で安全に学ぶことができないと訴えを起こしました。 これに対し連邦地方裁判所は周知事例を覆す判決を下しウィリアムソン郡、チェルビー郡ノックス郡の各学校システムで広範囲でのマスク着用義務の実施を認めました。 連邦政府は州知事と州の教育委員会に対し学校でのマスク着用義務を普遍化するための選択肢がなくなることなどからオプトレーはマスク着用義務の実質的な禁止を意味しているとの見解を示しましたこれを受けて9月27日テネシー州では州内の2つの郡シェルビー郡とノックス郡における学校でのマスク義務化に関する連邦政府の判決 判決に対しこれらの命令は緊急時に州の公共衛生対応を支持する州知事の行政権を阻害するものであるためこれらの決定を不服とするとし控訴する予定ということです。現在、州の教育局 教育局は連邦政府の調査を受けているということです。現在この県にラダーフォード群は含まれておりませんが、学校のマスク着用例に関して今後も進展があると思われますので、その都度学校の指示に従ってください。次の知らせです。この冬の天気予報が発表になっております。The Old Farmers Almanac によりと、 西海岸の広い地域とアリゾナ州やニューメキシコ州の一部を除いたアメリカの大部分の地域で寒い冬になると予想していますこの予,想予測をしているオールドファーマーザルマナクですが天気予報、天文データ、レシピなどを含むリソース本でトピックにはガーデニング、スポーツ、天文学、民間伝承 ファッション、食品、家庭、テクノロジーそして来年の生活のトレンドに関する予測が含まれており230年間もの間 80%の正確,で正確さで天気予報を伝えてきましたこちらによりますとカナダからテキサスにかけてのアメリカの中部では冬の間中例年平年よりも低い気温になる可能性があり東海岸では平年並みかやや低い気温になると予想しています西部と太平洋岸え北西部では大きな嵐を含む典型的な冬の天候パターンが見られるということですがこれらの潮を悩ませている干ばつが回復できるほどのこと ではないだろうということです。アメリカの多くの州では1月中旬に激しい降水量に見舞われ、2月に入ると穏やかな気候になり、3月は穏やかな気候と激しい嵐が交互にやってくると予想されています。またテネシー州の冬ですが、今年は雪が多くここ数年で最も長く寒い冬になるだろうということです。次の知らせです。 落ち葉の季節となっておりますマンフリズボロシでは10月1日から1月31日までの期間で落ち葉収集を始めております街のソリートウエストデパートメントとストリートデパートメントで構成されている落ち葉収集ですが今年も例年通りブロードストリートを境に街を半分に分け東側と北側はストリート部門が5台のバキュームトラックと10名のクルーでそして南側と西側はソリートウエスト部門がブームトラック7台を運転 店主と乗務員1名で収集を担当するということです。えー 庭の落ち葉を収集してほしい方は道路から5フィートから10フィート離れた場所にむき出しの状態で集めてくださいえ道路上にはえ交通の邪魔になりますので落ち葉を集めないでくださいまたえ下水口を塞がないようにし電柱やフェンスなどからも距離を置いてくださいえ落ち葉以外の庭から出る枝などのゴミは生物分解性のある深み袋に入れて道路に出してくださいえ落ち葉を生物分解性のある袋に入れる場合には落ち葉以外の庭からのゴミは入れないよう にしてください。また、落ち葉の山近くには車を停めないでください、えー。ご自宅の前の道路に落ち葉や、えー、庭からのゴミを出す代わりに、えー、ご自分で処理場へ運ぶことも可能です、えー。その場合には、その場合には、四七三五フローレンスロードにあるヤードウエストコレクション。エンドマルチングファシリティをご利用ください。えー、こちらでは、通常月曜日、火曜日、木曜日、金曜日の午前六時から午後二時まで、持ち込みを受け付けているということです。 次の知らせです。私たちの住むラダフォード郡には数か所公営のリサイクルセンターがあるのですが唯一エレクトリックスクラップのリサイクルを行っているヘイリーロードリサイクリングセンターでは2021年11月1日より電子スクラップ回収においてクレジットカードの取り扱いを開始します。 電子スクラップ回収においてクレジットカードの取り扱いを開始しますこちらで集められているエレクトリックスクラップとは電気コードのあるまたは電池で動く電子機器ということですこれらのアイテムは市内の1140ヘイリーロードにあるヘイリーロードリサイクリングセンターに月曜日から木曜日と土曜日の午前7時半から午後4時の時間帯に持ち込むことができます廃棄料金ですけれども11月1日までは現金またはチェックでの支払いのみの ため一律の設定料金があるとということです最初,の、えー、最初の重さ20ポンドまでは5ドル40ポンドの重さまでは10ドルというように 20, 分20ポンドごとに5ドルの追加となっています。 11月1日以降はクレジットカードでの支払クレジットカードでの支払いが可能となるため、重さ1ポンドごとに3。3セントが加算されますまた、クレジットカードの決済手数料の2ドルもかかるということです。ただし、古い携帯など1ポンドに満たないものは無料で回収されますこちらのリサイクルセンターが回収する。エレクトニックスクラップは家庭用品。 家庭用の電化製品ですが、冷蔵庫などの大型の電化製品は含まれないということです。またこちらのサイトでは、平らにした段ボール、潰したペットボトルなどのスクラップ,プラスチック製飲料容器、新聞紙、ミックスペーパー、雑誌、ガラス容器、アルミ缶、スチール缶、それらを無人の大きなラムスターで受け付けているということです。ぜひご利用ください。

ドライブからゴールのあるメインストリートに戻ってきます参加申し込みは当日まで受け付けており1人80ドルとなっております走るのが苦手な方は歩いての参加も大丈夫ということです詳しくは www.themiddlehalf.com をご覧くださいこの日は土曜日ですが近辺をご利用になる方はあちらこちらで交通が制限されますのでご注意ください お知らせは以上です。少しずつ日が短くなってきました。9月27日以降、日照時間が12時間を切りました。日差しも随分と傾き、秋が近づいているようです。季節の変わり目、体調を崩さぬよう、そしてコロナに気をつけてお過ごしください。えでは失礼いたします。こんにちは。まあ、フリーズボロ山本まりでした。ごきげんよう。